松永武義、松永武義から1936年1月15日は、日本の帝信、朝鮮総督府官僚、感染島根県知事、近景観志向、鹿児島県出身、松永宝体の次男として生まれる。1891年7月、帝国大学法科大学を卒業。同年8月、帝信省に入省し、司法、電気局勤務となる。 以後、定心省事務官、大臣官房勤務兼連務局外信課長、同大臣官房秘書課長心得、同大臣秘書官、同大臣官房秘書課長、同参事官、横浜郵便電信局長、県外務省参事官、郵便為替貯金管理所長、定心省総務局文書課長、大阪通信管理局長などを歴任。1904年11月、島根県知事に就任。 1908年3月、知事を給職となり、1910年3月、給職満期。同年10月、朝鮮総督府に展示平安南道長官に就任。1916年3月、景気道長官に転任。1919 19年8月、完政改正により、景気道知事に就任。同年9月、朝鮮総督府中枢委員所期官庁剣道事務官。 総督官房外事課長となる。1922年9月に、異岸面間となり退官した。1924年1月24日、近急官司校を仰せつけられた。その後、義勇財団解剖議会理事、日本航空輸送監査役、日本学生航空連盟会長、帝国飛行協会評議員、同理事を務めた。ありがとうございます。